ケニーさん絶対乗れない。いやー、厳しいコース設定してくれましたね。まあ、かなり今回バイクの乗り降りに乗れるようになると思うので、それもスムーズこなせるかどうか、そこの乗りの技術を聞くよね。みんなね、そもそも結構乗れないですよね。おっとライを、ね、狙っていくと、かなり厳しいことになるかもしれませんね。こうやって呼ばないか、もう何かのメディアのところで白ワイヤーとなったかな。数センチしかない最速ラインを狙ってくださいっていうふうにもね、書いてました。本当に、今回のコース、そして引き続き、オーガナイザーであるコパイロットさんがほとんどやってますので、相当エグいコースになっているはずです。まあ、いつもね、選手を苦しめている、この北側のキャンパーセッション、今年は特にこう厳しいね、タブになっていると思います。僕もちょっとコース途中で作るのに来たんですけど、こんな雨とか雪降ったらまずやべえだろうというような設定になってましたので、まあ、予想通りですね、そもそも選手は決めていない。もう一周してないのに、選手のドロドロ具合が半端ないです。転ぶ
出来ております。出来上がっております。ここがクロスカントリースキーの競技場であることを本人とその滑りを見せていただいております。さあ皆さん行ってみていきましょう。もうシンプルな形です。とりあえずどんどん滑っていきましょう。大歩いてると思った方がいいですね。
してまいりますけども、秋田さん、ラストバスター、ちょっとここで転倒がありました。いいですね、でもあの4周目にも入ってくると、落ち着いて、そして右側の水平がですね、出場が見えています。最大級の表彰で争い、表彰で争い、いい山、スミスエリアね。今日ここで滑り方、転び方を見つけた皆さんは、冬のいい山にも安心して遊びに来れますので、正面のゲートのところが目印になりますので、皆さんで迎えていきたいと思います。さあ、この苦しい走りになったと思いますけど、その分楽しめたんじゃないですかね。今フィニッシュを迎えます。お疲れ様でした。